さんの方お集まりいただきましてありがとうございます。本日ですね、夏の龍神祭最終日、今日までね、浴衣の祭典ということで、今日も浴衣で、昨日より減ったかな、少ない気がしますけども、浴衣でね、今日も、ご来場の方全員の方ですね、昨日ボンダンスというのをやったんですが、今日もやるんですけども、昨日参加された方結構良かったでしょね、結構って僕が言うと失礼ですけども、ね、なかなか大掛かりな、なかなかってなんだっていう話ですけど、ね、今日もまた行いますのでね、ぜひ、今日も楽しみに、試合後まで、お楽しみいただければと思います。まあ、3日目というから今日から初日みたいなもんなんでね、今日から、龍神祭が始まって今日で終わるみたいな感じになりますけどもね、はい、それでは、今からのコーナーですね、オープニングでマスコットミニショーを開催したいと思いますけれども、今日も昨日に引き続きまして彼が来てくれておりますのでね、紹介したいと思います。阪神タイガースマスコットトラッキーです。どうぞ。あ、こっちから、こっちから、こっちから。あ、帽子忘れてね。はい、トラッキーさん、どうも昨日はねありがとうございました。で、昨日あのボンダンスにもね、トラッキーも飛び入り参加で、来てくれましたんでね、長い時間ねご協力いただきましてありがとうございます。まあ、お楽しみいただきましたかね。ちょっとそんなこと言わせてくださいね、まあ、試合勝ったんだから昨日ね、よかったでしょ。あ、今日はどうぞ一つよろしくお願いいたします。今日はどうぞ一つね、ドラゴンズのね、夏の龍神祭3連敗するわけにいきませんからね、今日こそは絶対に勝たせていただきますけど、そんなね、生々しいことをしないように、お子さん今日いっぱいいますから、いつもより多いですからね、お願いしますよ。はい、ということで、今日もですね、ちょっとあのゲームで遊んでみたいと思うんですけど、今日はジェスチャークイズね、やってみたいと思いますが、まず登場はシャオロンとパオロンです。どうぞ。シャオロンパオロン登場です。それではですね、今からジェスチャークイズをやっていくんですけれども、ですけれどもね、先ほどね、みんなにはもう実はこれね、さっき言ったやつね、これですね、お店でありますからね、こちらですね、答え、はい、今から、まあ、今お子さんたくさんいらっしゃいますけど、夏休み真っただ中ね、夏休みといえばということでね、今から3人でちょっとジェスチャークイズをやってみたいと思います。何のジェスチャーか、何の真似をしているかを当ててもらおうと思いますが、僕もちょっと答えだけ言ったんで丸振りしてますからね、どういうものが出るのかやってみますか、ね、3人で協力してある一つのことを行います。夏休みにちなんだものですよ、よく考えてください。それではジェスチャークイズスタート。相談して、ね、OK、 はい、それで、はい、OK、 はい、あれ動きないのかな、あれ、シャオロンが動いてますよ。これ何でしょうね、僕答え知ってるから分かるんですけど、パオロンとトラッキーは全く動きませんけどね、シャオロン一人なんかわたわたしてますけど、さあこんな感じでよろしいでしょうかね。子供たちがポカンとしてますよ、トラッキーさん大丈夫かな、顔が疲れた、もう一回、もう一回やる、もう一回やる、はい、シャオロンさんも疲れてますけど、もう一回やるらしいんですね、はい、これこれ、トラッキーも来た、あ、はい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 、あ、あ、あ、ちょっと分かりやすく、僕にくっつくんですか、暑いから暑いから、そしてあれ、あ、このパオロンはここに来ましたね、シャーロンの方に来ましたよ、こんな感じですかね、これで分かったかな、はい、じゃあ聞いてみたいと思います。トラッキーとシャオロン、パオロンやったことを今何でしょうか、分かった人、はい、ちょっと
パラパラ手が上がりだしましたね。じゃあトラッキーさん、せっかくなんでね、一人当ててもらいましょうか。はい、元気よく、誰でもいいですよ、元気よく大きくアピールしてください。任せるわと選びきれなかった。じゃあでもう一回手を挙げてください。分かった人、はい、あ、この方にする。あ、何どう、はい、いいですよ、来いって。やだやだって手を挙げといて、やだやだね。何ちゃんだっけ、ノアちゃんじゃなくてユアちゃんだ。え、ユアちゃんね。トルキさん、よくね、参加してもらってる。嘘、そんなかわいそうなことしないでくださいね。ね、トロッキーさんが選びました。一番元気が良かったということで、こんにちは。こんにちは。今日はチアドラキッズでなんか昨日言われたんですけどね、今日出るそうなんで頑張ってもらいましたね。はいはい、じゃあ今のね、シャオロン、パオロン、トラッキーがやったのは何でしょうか。虫取りときましたけど、答え見てみましょうか。正解はどっち、セミ取り。違うみたい。答えは虫取りでした。大丈夫です。じゃあトラッキーからね、ドアラ、シャオロン、パオロンのカードをプレゼントしてもらいましょう。はい、なぜかトラッキーのじゃないですけど、はい、ありがとうございます。まあ、僕知ってたんでね、いいんですけどね。最初は何だったのかなと思ったらね、もう一回じゃあ一番最初のやつやってもらいましょうか。シャオロンのセミか虫かは分かるんですけどね、これ多分僕の予想でね、トラッキーさんは虫、あの網ですよね、これね、ハモね、あ、そう、これで分かりました。これが分かりません。はいはい、あ、カゴ、そういうことね。あ、なるほど、わかりました。パオロン座ってるんだけど、何やってるのかなと思って全然わかんなかったんですけど、なるほど、そういうことですね。3人で考えた結果こんな感じになってしまいました。はい、ということでまずはシャオロンとパオロンでした。ありがとうございます。さあ、では続いてもう一問いってみたいと思います。今度はドアラの登場です。どうぞ。ドアラさん、どこから、あ、後ろから来た。なっちゃって、前から来ます。ちゃんと前から来ます。はい、ドアラさん登場でございますね。昨日もドアラさんも大活躍でした。長い時間でしたからね、昨日もね。はい、それでは2人にはね、昨日一種格闘技じゃないんですけど、昨日ですね、ラグビー対サッカーというね、スポーツ、違うスポーツで対決をしてもらったんで、今日ももう一回同じようなことをやってもらおうと思います。あるスポーツ同士で対決しますんでね、答えはお二人だけ見せます。じゃあトラッキーさん、こっち、はい、こっち行きましょう。ドアラさん、これでお願いしますね。はい、あるスポーツ、2つのスポーツで対決いたします。何と何のスポーツかを当ててください。それではジェスチャークイズスタート。超旬のやつ。全然対決になってないですよ。対決になって、それでもう一回対決しましょう。対決。サッカーだったんで、なんとなく対決ね、球技同士で対決できたんですけど、今日のは分かったかな。分かったかな。じゃあ今トラッキーとドアラがやってくれたスポーツ2つ対決しましたが、両方当ててもらいましょう。何か両方分かった人、じゃあこれドアラさんに1人選んでいただきましょうかね。はい、元気よくアピールしてください。
じゃあドラさん一人選んでください。あ、タイガースファンの子が来ましたね。タイガースファンの子珍しいから、タイガースファンの子にしますか。ね、ドラさん、ドラさんがもう刺してる。そうですよね、ドラさん。2人来よう。でもタイガースのファンの子今見てたかな。大丈夫、なんとかなるよ ね。見てたよね、僕は見てたよね。慌てなくていいよ。はい、じゃあみんなの方向いてください。もうちょっと真ん中に、僕ももうちょっと真ん中に来よう。はい、こんにちは。こんにちは。分かった、バッチリ。こんにちは。こんにちは。今見てた。あ、見てたみたいですね。ね、じゃあ一人ずつ答えてもらおうか。何やったか分かるよね。ね、じゃあ一人ずつ、二人の答えがぴったりだったら正解になりますよ。じゃあ僕はね、ドアラが何をやってたかって言いましょう。ドアラは今何をやってたでしょうか。卓球。ドアラさん卓球。はい、じゃあトラッキーがやってたのは何でしょうか。クロール。クロール。答えは水泳対卓球の対決でございました。ということで、水泳と来ると思ったらクロールまで来ましたね。じゃあ、ドアラさん、ドアラさんとトラッキーからね。残念ながらドアラシャオロンパオロンのカードですけど、トラッキーから受け取ってください。はい、じゃあお席の方戻ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうね。あれ、もう帰っちゃうのかな。せっかくだからみんなったらうんって言ってますけどね。ドラゴンズファンばっかりだから言いづらいかな。あれ、あれ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 、いいですよ、いいですよ、いいですよ。せっかくだからほら、ドラゴンズのプレゼントもよかったね。みんなで握手する、みんなで握手する、握手しよう、握手しようって。はい、ドラゴンズ握手して、はい、シャオロン、パオロンとドラと握手する。よかったね、カードもらって。お母さんペコペコしますけど大丈夫ですよ。こういうハプニングでみんな大好きなんで大丈夫でございます。はい、ということで、今日もね、楽しい時間過ごしてまいりましたけれども、今日最終日、夏の龍神祭最終日となっております、ね、今日はあのトラッキーさんはちょっとね、あの最後ちょっと出れないんですよね。ねえ、ボンダンスね、ちょっとあれがこれでね、申し訳ないということで、あ、それ、あ、怒られるちゃうから。誰に怒られるんですかね。わかりますか。大阪で待ってるあの人、あの人ね、よく喋ってる色の黒いね、あの方に怒られるそうなんで、ね、僕も怖いからやめとこね。なんですけども、今日もボンダンス、みんなね、あのお楽しみいただいて、今日一日夏の思い出作りということでね、夜遅くなりますが遅くまで楽しんでください。このコーナー、ドアラ、シャオロン、パオロン、そしてトラッキーでお楽しみいただきました。ありがとうございます。いくぞ。